これから7回ライオンズの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。長谷川2番手としてマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。打順は6番山川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ファイターズ同点で迎える7回です。アウトロー見送ってボール。素晴らしいコントロールですね。アウトローの変化球キレがあります。見逃し三振、ワンアウトです。打順は7番ルーメンティン。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンファウルになります。ボールになります。打ちました。取ってツーアウトです。8番バッター岸、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。惜しいですね。はい、ストレートわずかに外れてボール。スライダーできました。ツーボールツーストライクです。打ちました。高浜一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ライオンズ三者凡退です。ゲームは8回に入ります。ライオンズの攻撃、バッターは9番アイト。打ちました。渡辺アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って小野崎。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり押さえておきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。ツーアウトになりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、小技もありますからセーフティーバントなんかも警戒しておきたいですね。なるほど。ではバット、インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。磯畑掴んで3アウト。小宮山さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか。そうですね、もう本当に一球一球かなり集中しながらリードですから、キャッチャーにも注目したいと思います。ファウルになります。ボールカウントはワンボールツーストライクです。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターは DH 中村。今日はまだ当たりがありません。長谷川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコースのチェンジアップ、ボール先行です。落としました。外れます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。スライダー決まりました。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。これはバット出ず三振です。打順は5番栗山。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。打ちました。ピッチャーが取る。これで3アウト。試合終了になりました。日本ハムファイターズ